どうもシャイコです。日本一位の正規攻略解説シリーズエクストラステージ、今回はこの急に来たこの新ステージ、ミニチュアですね。もうボブがちっちゃくなっちゃったっていう世界のこうステージですね。今回はこのミニチュアの正規攻略解説をしていきたいと思いますよ。まずこれですね、この消防車、このタイヤのない消防車なんですが、この階段からこう上に登って、これこのはしごをですね、あそこのテープ、あのテープがつかめる位置まで動かします。でこれなんですが、これね、これ左右に動かすレバーがここにあって、右側にあるのが長さを変えれるレバーなんですけど、このままクーって右に動かそうとすると、これぶつかっちゃうんですね、この椅子の足に。なのでこれを反時計回りにレバーを回してあげると、こう縮むので、縮めた状態でまずこうさっきのテープの方向ですね、この灰色のテープの方向にこう向ける。でこう向けたら、これまた伸ばします、時計回りですね、こうやって伸ばして、はい、伸びきりました。伸びきったらこう登っていって、これをジャンプで掴む、こうですね。これで向こう側に渡って、ここが次のチェックポイントですね。まずはこの棚のこう工具箱をやらこう越えていって、この隙間が空いてるのでここから登ります。で登ったら、ここにこの青色のこの万力ですね、あるので、これをまた反時計回りにこう回して緩めます。でこれ緩めると、このハンマーのヘッドみたいなのがこう落ちて、バールに引っかかってたこの箱が開きますね。そしたらこの箱の蓋こう通ってこっちに行くと、右側にですね、これね、ドリルがあるんですね。このボタン、これ押してる間しか回らないんですよ、もちろん。押してるまんまにして、この回転でこうここ掴んで奥に飛んでいきたいんですね。なのでここにあるこれですね、この青と白のこれをここに置いて、このボタンを押したまんまにします。こうですね、こうできたらこの下でここジャンプして、タイミングよく離す、でこう乗ると、でここを登って、ここによじ登って、このパイプですね、ここから下に降ります。はい、でここが次のチェックポイントです。最終的にはこれですね、ここを通りたいんですけど、ここにこの灰がね、いっぱい積もってて通れないので、この掃除機を使ってこの灰を吸う必要があるんですが、ここですね、この右側のこの中に入って、このフライ返し、これをこう持ちながら、こう器用にですね、こう登っていきます。でこうちょっと後ろに下がって、またここの坂も登って、これですね、この保存容器、この上をこう、これをですね、ここに置きます。そうするとこのフライ返し坂になるので、こう登ってここに登ります。でそしたらこのトング、これトングジャンプしてここに奥のこうトレーに乗るんですけど、これだとちょっと心もとないこのジャンプが苦手な方だとちょっと落ちちゃったりっていうのはあるかもしれないので、ここはですね、これこのお皿をこうちょっと難しいんですが、こう回転させながらだとやりやすいですね。こう半分ぐらい出してあげます。でこれケチャップをこれを重りにして、こうとにかくこのお皿がね、こうこっち側に倒れないようにしたら、ここからこのトングを掴んで奥に渡ります。でここはジャンプですね、渡ります。そしたらこっちに行きたいんですけど、いろいろと物が置いてあって通れないので、この下側、ここからですね、こう床をつかみながらこう慎重に降ります。でここに入る、でこの薪の上にここ穴があるので、ここからこうくぐり抜けていくと、でそしたらここに飛びます。はい、これが、掃除機の上側なので、このスイッチを押す、そうすると掃除機がつくので、掃除機の先端を持って、さっきのですね、この灰を
進みます。でこれねちょっと吸うのに時間がかかるのでちょっと置いておきましょう。はい、で通れるぐらいの隙間が空いたらここ通って次に進みます。でここ、こっち気をつけてくださいね。ここね隙間空いてるのでこうジャンプして通ります。さあここが次のチェックポイントです。最終的にはあそこにあるこう赤いねあのトラックのあれラジコンなんですけど、これをこっちに動かしてここにあるですねゴルフボール、これを引っ張ってこっから奥に進みます。なのでこのラジコンを動かすコントローラーに電源を入れましょう。一つの電源はここにあるんですけど、もう一つがね実はないので、これを奥から持ってくる必要があります。一つ目だけ先にはめておきましょうかね。もう一つの電池はここですね、この右側のこの石のあるところからこの柵を越えて、ここ、このクレーンがあるので、まずこのクレーンを、まず下の電源をまず取らないでくださいね。このクレーンを反時計回りにこう回します。レバーは左に傾けるんですね。でこう動かしたら、この今この建物の上にある板ですね、これを倒してから、倒してから少し右に戻して、この位置、この建物の屋根とこの丸い足場ですねの真ん中に来るように調整します。でこうしたらこの電源をですねもう一つ取って、岩から板を通って屋根に登って、この揺れてる足場、これ気をつけてくださいね、これに乗って、でこの下の丸い足場ですね、ここに乗って柵を越えます。そしたらこの電池をここのコントローラーに入れます。これでラジコンが動くようになりました。そしたらこのトラックをですねこう慎重に動かしていって、だいたいこのぐらいですね、このぐらいの位置まで持ってこれたらフックがあるのでここに引っ掛けます。はい、引っ掛かりました。そしたらさっきのコントローラーに戻ってバックですね、バックで引っ張ります。はい、これで取れました。そしたらこの穴ですね、ここから先に進んでいきます。ここが次のチェックポイントです。ここは最終的にはこの船を動かして、でこう船からこの葉っぱに乗ってあそこの噴水ですねで上に登るっていう謎解きなんですが、ここにマッチがあります。このマッチに火をつけて、でこの火で船のですねこのギミックに火をつけるっていう流れになるんですけど、この人からちょっと斧を拝借して、この斧でですねちょっとこの邪魔になっちゃってるこのひまわり、これを切っちゃいます。でこう切れたらこれですね、この木の蜜に火がつくので、ここの火にマッチをつけます。はい、これでつきます。でそしたらこのまま直接船に行ってもいいんですけど、多分ねすごい足が速くないと届かないので、途中にもあるこのですねこの水にもつけると、こうここから中継できてですね、こう楽に、火がつけられると思います。でこの中継したとこからここから火をつけて、ここからだとねだいぶゆっくりでも間に合うので、そうですね、この慎重に乗ったままの方がいいですね。でこうつけます。そうするとこう船が動き出すので、船からですねこの葉っぱ、この浮いてる葉っぱに飛びます。こう揺れるので気をつけてくださいね。でここ登ったら噴水でこうですね浮きをつかんで、ここもだいぶ勢いをつけないといけないんですが、よく勢いをつけて飛びます。はい、これで進めるようになりました。ここが次のチェックポイントですね。ここはですねこのバケツからこう上に登って、ここが次の謎解きになるので、ここに進む必要があります。まずこの坂ですね、この坂になってるこう積み木をこの辺りに置いて、これを取ります。ジャンプ、取れました。そしたら坂の積み木をここに置いて、この長い積み木ですね、これを持って上に登ります。なかなか難しいですが、こう登って
ここにこう立てかけます。これね、一番上まで立てかけてもいいんですが、そうすると角度が急になって、登りにくくなるので、この辺りでもね全然こう乗っても大丈夫になるので、この辺りで大丈夫だと思います。でこの上にあるですね、この積み木をまあ落としていきます。まあ、全部落とさなくても大丈夫なんですけど、心配な方はもう全部落としていただいても大丈夫だと思いますよ。はい、落とせました。でこの積み木をですね組み合わせて、このバケツに乗れるようにします。一番楽な組み合わせはこれだと思いますね。この一ブロックの積み木とちょっと長い積み木、これで階段ができるので、もう慎重に、もう積み木軽いので転がるので気をつけて登ってくださいね。で、こう登れます。で、ここからジャンプと、はい、ここが次のチェックポイントです。で、こうゴールの旗があるように、あの砂のお城の中にゴールがあるんですが、ここは、あそこのね砂のお城の壁を壊さなきゃいけないんですよ。そう、まずこのポンプをですね、こうこっちに持ってきて、この青い箱ですねがあるここのホースにつなぎます。はい、そしたらこのポンプの上でジャンプして空気を送ります。そうするとですね、中に見えるかな、この赤い風船がちょっとずつ膨らんでいくので、これを膨らませて、こう中にですね、このロケット、これが3発あるので、まあ、1発でも大丈夫なんですが、心配な方は3発持っていきましょう。はい、でこれを持ってこれたら、さっきつけたこのホースを外して、今度はこのポンプを、これロケットの発射装置なんですが、ここにつなげます。はい、そしたら、これこの棒をですね一旦こっちに倒します。でここにさっき取ってきたロケットを、これもなかなか器用なんですが、セッティングします。そしたらこれを立ててポンプで空気を送ると、ロケットが飛んで壊してくれます。そしたらですね、この左側ここに岩があるので、ここですねちょっと遠いんですが、ジャンプで登ります。でそしたらこっちですね、ここから、さっき壊した穴からですね、これ入って、このお城の中に穴があるので、ここに落ちればゴールです。実はこの謎解き、もう一つルートがあって、今回は早い方を解説したんですが、ロケットを使わずに、このカエルですね、この空気を送ると飛ぶカエルで、この黄色いトレイを取って、で黄色いトレイをこの右側の奥ですねにあるこのスコップのシーソーの上に置いて、でその上にこのビー玉を4つ置いて重しにして、でこのスコップからこの緑色のクワですね、ここに飛んで、でそこからですねこのお城の中に入るというルートもあります。ただこのルートは少し時間がかかるので、基本的には今回紹介したルートの方が早く簡単に行けると思います。はい、ということで今回はこの新しいエクストラステージミニチュアの正規攻略を解説していきました。このステージはコツとしてはですね、フィジカル、まあ、体を動かす、ギミックがです少し多めなので、操作をですね他のステージ、それこそノーマルのステージですね、このミュージアムからアイスまでのステージで慣れておいたり、マルチでみんなで協力して遊ぶっていうのも一つの鍵かと思います。ということで、もしですねこの攻略でわからないところがあったら、気軽にコメントにお書きください。すべて目通して、返信できるものをすべて返信しておりますので、わからないところあったらぜひコメントにお書きください。ということで、私今までこういうステージ解説やこの新ステージミニチュアのたくさんの動画、これから上げていきたいと思いますので、興味のある方はですねチャンネル登録と通知のオンをしていただけると、俺が動画をバーンって上げたら皆さんの端末の元に通知がバコンって届きますんで、ぜひともそちらの機能もご活用していただければなと思います。そして私さまざま SNS、 Twitter、インスタやっております。そちらも概要欄にリンクございます。チェックしていただけると嬉しいです。ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、声かコメントよろしくお願いします。チャンネル登録、声かコメントよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。バイ、ここ。